連結送水管は消火活動時に消防隊が使用する設備。本校では連結散水設備についても合わせと述べる。スタンド式送水口送水口壁面埋め込み式、右二つ消防隊専用線とも呼ばれ、外部からの消火活動が困難な7階建て以上の建物、または5から6階建てでかつ、延べ床面積が6000平方メートル以上の建物、もしくは、 面積1000平方メートル以上の地下街に設けられる。送水口、送水配管、放水口で構成され、ポンプ車より加圧された消火用水を送水口から放水口へ送水する。連結送水管、連結散水設備とも、基本的に消防隊員以外が使用するものではないが、通常時より送水口や放水口の近くに、消火活動の妨げとなるものを放置しないことが、 求められる。地階の床面積の合計が700平方メートル以上の防火対象物の地階部分及び、延べ面積が700平方メートル以上の地下街に設けられ、ポンプ車で加圧した消火用水を送水して散水ヘッドより散水することにより消火活動を行う。湿式配管で火災による熱で散水ヘッドが回線し、散水開始する閉鎖型と、 散水ヘッドに管熱部がなく、管式配管に送水することで散水が開始する開放型とがある。送水口は連結送水管のものと類似しているが、この送水口には連結散水用送水口の標識と送水区域、洗濯弁、送水口を明示した系統図を直近に設ける。開放式散水ヘッドが4個以内の場合は単行計が用いられることもある。 ありがとうございます。